今日はありがとうございます。こちらこそ依頼ありがとうございます。今日はマナー講習会の練習をするんですよね。はい。あの、うっ、うわっ、あっ、失礼いたしました。蚊が飛んでいましたので。すごいな、動き出しが全くわからなかった。何かやっているのか。武術を少々たしなんでいまして。なるほど。皆さんには今回マナーに関するクイズを5つ出題させていただきます。クイズですか？講習会なのに。はい、その方が楽しくマナーを覚えてもらえると思いまして。へえ、いいアイデアっすね。クイズに間違えるとマナー違反とみなされ、つけていただいたリストバンドのランプが点灯いたします。違反3つまでならお食事券をプレゼント、4つ以上違反するとプレゼントなしです。お食事券？影、シリー、絶対ゲットしようね。うん、頑張ろう。急にやる気出したな。ではマナー講習会を始めます。挨拶のマナー。まずは挨拶のマナーからです。上司をねぎらう際の挨拶はお疲れ様とご苦労様、どちらがふさわしいでしょうか？多分こっちのはず。こんなの楽勝だぜ。上司ということは自分より偉い人への挨拶になるな。では答えをどうぞ。影千代さんと久米さんはお疲れ様、シディさんはご苦労様ですね。シディさん、マナー違反です。え、何今の音？おい、何したんだよ。マナー違反をするとリストバンドから電流が流れる仕組みになっているんです。そういうことは先に言えよ。少しビリッとしただけだから大丈夫だ。すみません、まさか最初の問題で間違えるとは思ってなかったので説明が遅れました。そうか、次からは気をつけよう。では解説の方に移ります。ご苦労様は目上の人が目下へ向けて使う言葉なので、上司へ使う場合はお疲れ様がいいですね。なお目上の人は両方とも使っていいですよ。ご苦労様の方が丁寧な感じがしていいと思ったのだが。確かにそんな感じするよね。迷ったらお疲れ様を使うのが無難でいいかもな。次はお辞儀のマナーです。お辞儀には腰を曲げる角度で違いがあります。会釈は相手のウエストあたりに視線を、敬礼は相手の膝あたりに視線を、再敬礼は相手のつま先あたりに視線を向けるといいですね。ではここで問題です。お客様へお詫びをする際のお辞儀はどれになるでしょう？実際にやってお答えください。お詫びってことは丁寧にお辞儀しないといけないよね。謝罪を伝えるならこうだろうか。これしかないよな。残念、影千代さんと久米さんはマナー違反です。いて、なんでこれがマナー違反なんだよ。謝るんだから再敬礼が一番いいだろ。再敬礼は合っていますが表情がダメです。表情？相手にお詫びの気持ちを伝える際はお辞儀の角度だけでなく表情にも気をつけないといけません。確かに謝罪してるのに無表情だったりヘラヘラしてたら誠意は感じないよね。その通りです。なので無表情だったお二人はマナー違反というわけです。さすがに表情までは気が回ってなかったよ。実際にお詫びをする気持ちでやってよかった。こんなん後出しじゃん。表情も大事なら最初に言っとけよ。素直に自分の非を認めず抗議するのもマナー違反とみなします。これで影千代さんはマナー違反2回目です。そんなのありかよ。だよこれ、たかだかマナー講習会だろ。こんなんで参加者楽しめんのか。贈り物のマナー。次は贈り物についてのマナーです。結婚祝いのご祝儀を渡す際の水引きと表書きは正しい組み合わせで作ってください。ご祝儀？私もよくは知らないけど、結婚式とかの時にお金が入った袋を持っていく習慣が昔からあるらしいよ。水引きと表書きはその作法なんだって。結婚祝いってことは表書きはこれでいいよな。おめでたいことなら水引きはこんな感じか。水引きはこれで、表書きはこれでっと。では封筒を見せてください。俺は紅白の水引きとご結婚お祝いの表書きだ。私は紅白の水引きとことぶきの表書き。俺はお祝いだから水引きをいっぱいつけたぞ。表書きはご結婚お祝いだ。影千代さんとシディさんはマナー違反です。ガッでは解説に移ります。影千代さんは水引きの色はいいですが、蝶結びなのがダメです。なんでだよ、可愛くていいじゃん。蝶結びは何度も結び直せることから何度あってもいいお祝いに使うもので、結婚のお祝いに使うのは向いてません。正しくは久米さんのつけている結び切りが正解です。一度結ぶとほどけませんからね。シリーさんは水引きを何個もつけてるので論外です。おめでたいことでもいっぱいつけるのはダメなのかな。表書きは全員合っていましたが、両方正解していたのは久米さんだけですね。この前たまたまテレビでやってたの覚えててよかった。つーか電流がだんだん強くなってね。その方がスリルがあっていいでしょ。痛い思いをしたくなければ。次は頑張ってくださいね。あ、では次の問題です。タオル、鉢植えの花、チューリップの花束、プリザーブドフラワーの中から入院している上司に贈るお見舞いとして正しいものを一つ選んでください。お見舞いといえばやっぱこれだよね。ああ、
これが無難か？入院か。それならこれだな。では回答をどうぞ。では順番に説明しますね。まずシディさんの鉢植えは植物が地に根を下ろしていることから根付く、根付くと連想させるので病気が長引くことの暗示となるためよくありません。ああ、入院中は退屈だろうし花を育てたら楽しいと思ったんだが。やっぱタオルだろ。入院中は必須アイテムだしな。いいえ、同じく根付くを連想させるタオルやパジャマなども親しい間柄ならいいですが、上司へのお見舞い品としては避けた方がいいでしょう。そして久米さんのチューリップは花が落下してしまう姿が縁起が悪いと言われているのでお見舞いには不向きです。また生花は水を変えたり世話が必要だったり花粉の心配もあるので控えた方がいいですね。花の色も白、青、紫系はお悔やみの際に選ばれることが多く、赤も血液を連想させる色として不向きです。じゃあ正解は匂いもないし世話の必要もないプリザーブドフラワーってことか。というわけで全員マナー違反です。影大丈夫？くそ、一回死んだぜ。一番多く間違えた影長さんにはより強い電流を浴びていただきました。おい、これはいくらなんでもやりすぎだろう。そんなことはありませんよ。だってここは死のマナー講習会ですからね。死のマナー講習会？私はマナー違反をする人が大嫌いなんですよ。マナーを守れない奴は生きる資格がないと思うくらいにね。そんな勝手な。大体の人間は4回から5回マナー違反をすれば影千代さんのようになるので、お二人は気をつけてくださいね。こんなのやってられっか。俺たちは帰るぞ。途中で講習会を抜けるなんてマナー違反です。どうしても帰るというならペナルティを受けてもらいます。こっちは3人だぞ。力ずくで。待て影千代、あいつは戦闘慣れしている。変な動きをすればボタンを押されてこちらが不利になるかもしれん。じゃあおとなしく講習を受けてこのリストバンドを外してもらうしかないってこと？さあ次が最後の問題ですよ。テーブルマナー。最後の問題はテーブルマナーです。マナーを守って食事してください。もちろん食事の場でこそこそ相談するのはマナー違反ですからお気をつけくださいね。出てきたのは殻のついたエビを一匹丸々使った料理。どうやって食べたらいいんだろう。二人に電流を食らわすわけにはいかない。ここは俺が最初に行く。マナー違反です。うわー、影千代。それはフィンガーボールといって飲み水ではなく指先を洗うためのもの。それを飲むなんてマナー違反にも程がある。恥知らずめ。お前の言う通りマナーは大事だ。だが楽しい食事の場でお前のように大声でマナー違反を指摘するのはいいことなのか。何？シディの言う通りだよ。それに食事の席で影と同じように間違えてフィンガーボールから水を飲んでしまった人がいたんだけど、その時招待者は自分も水を飲んで恥をかかせないようにしたって話もあるよ。あなたはマナーを気にするけど、あなたがやっていることはマナーがいいって言えるの？そんな、私はそんなつもりじゃ。隙を見せたら。ボタンさえ奪えば3対1。もうお前の好きにはさせない。早くこれを外して俺たちを解放しろ。来てくれてありがとう。元気になったらまた公園で遊ぼうね。うん、待っているぞ。そういやさっき白い花渡してたけど大丈夫なのか？確かお見舞いには不向きなんだろ。花を持っていくと伝えたら白い花が欲しいと言っていてな。どうやら一番好きな色らしいんだ。ネットで調べたら本人が望んでる場合はマナー違反にならないんだって。はあ。マナーも大事だけど一番大事なのは相手に対する思いやりだよね。見てくれた君が大好きです。チャンネル登録してね。